楓だって何年ぶりよ、タクちゃん全然帰ってこないんだもん。タクヤ、お兄ちゃんにはもったいないよやっぱり大人なんだよね、頼れるし優しいし。お兄ちゃん妊娠したって。りゅうちゃんの子供じゃないの。最低だな。本当は嬉しいんでしょ。私とりゅうちゃんが別れればいいってずっと思ってたくせに。ゆきちゃん裏切ってるんだよ。だからってどうしようもないだろ。だって好きなのに。自分が好きになった人が自分のことを好きになってくれて、それで一生一緒にいたいって思えるなんて奇跡だよ。ずっと好きだったの。私タクちゃん好き。